はいどうも皆さんこんばんは、モーシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコイン、イーサリアム、XRP、その他注目アルトコイン、今日は6名柄、そして奴隷の状況を見ていきたいと思います。今日が2024年の11月の13日水曜日、今が16時32分を回ったところです。今日の仮想通貨市場、ビットコインは今のところ8万7000ドル、昨日の夜1時9万ドル到達しましたよね。その後若干反落気味ということで、ちょっと一旦調整ムードのような形になりました。まあ、アルトコイン市場も今日は軒並み、まあ、5%以上の下落になっているということで、ここ最近の強い上げによって利格が入っていると、そんな状況 だと思います今日の動画ではこの直近の下げに対しての短期動向の分析それから長期視点ではトランプ大統領がどんな政策を打ってくるかここって結構重要なわけですよねトランプさん来年の1月の20日就任に向けて色々と準備を進めているようです仮想通貨関係の政策が果たして実現してくれるのかこの辺りの動向をしっかりですね今日はキャッチしていきたいと思います、はい、今日の仮想通貨資料ですがビットコインが1350万ということで1.5%下がりましたかねでイーサの方が結構強烈に下がっていまして5%の下落48万 7, 円ということ、えー、それから ESA ーーを先頭にですねアルトコイン市場の下落が結構大きく目立っているかなというふうに思います、えー、その中で昨日動画を撮った後 XRP 急上昇しましたよね今のところかなり下げてきましたけれどもそれでも100円を突破したと、えー、これがね大きなきっかけになるかどうかっていうところもしっかりテクニカル分析で見ていきたいと思いますあとは今おしめ買いに入っていいかどうかっていうところですよねそのあたり通貨別にしっかり分析していきたいと思いますその前に株式市場の動向から今日も見ていきたいと思うんですが、えー、今日の日経平均は1.6%の 下落結構大きな下落となりました38,721円で終えています一応昨日のアメリカの株式市場も主要3指数は軒並み下落したんですよね前日の欧米市場でトランプ次期米政権に対する楽観的な見方が後退して難聴な動きとなった流れを引き継いだということですね、はい、昨日のアメリカの株式市場一応これ見ておきましょうこれグローウェズの朝分析なんですけれども、まあ、S&P500 なんかも前日まではいつか続進でしたので若干調整が入ったかなっていう感じだと思うんですよね下げ幅ははそこままで大きななものにはなっていませんで あと、今日重要なイベントを控えているということで、そこへのリスクオフっていう状況もあったんだと思います。え今日発表されるのが22時半から、えー、CPI ですね。10月の消費者物価指数が発表されると。えしかも今回の CPI に関しては、ちょっと厳しい結果になるんじゃないかっていうことが一応言われています。まあ、指標発表を迎える、まあ、トレーダーとしては、ネガティブな予想がされている方がねえ、結構やりやすかったりはするんですけれども。じゃあまあインフレ鈍化、ある程度ね、ここまでは下がってきましたが、目先、ここ最近の動向を見ると、あんまり鈍化していないっていう傾向が確認されている わけですね、今回の CPI は一応利下げをした後のデータということになってきますので、いつもに増して注目されてくる可能性が高いんじゃないかなというふうに思っています。大きな変動になる可能性ありますので、ぜひお気をつけいただければと思います。じゃあ、ここから仮想通貨関連のニュース見ていきたいと思うんですが、ビットコイン9万ドル突破しました。はい、昨日、一時的に9万ドル突破しましたが、その後、大きめの調整に見舞われていると。まあ、それでもトレーダーは楽観的な見通しをしているということが言われています。一応、今の現時点でいくと、利益確定の動き、これかなりの量らしいんですよね。ただ過去のピーク を下回っているということで需要の枯渇に達する前にさらなる上昇の余地があることを示唆しているとこれグラスノートがデータで言っているんですよねまあ今ついに9万ドルに到達したということで昨日の動画でも言いましたがおそらくこの9万から10万の付近まあまずは9万ドルなんですけど大きな心理的な節目として立ちはだかる可能性は高いと思うんですよねトレーダーたちが9万ドルに意識を置いているというのはこちらのリクイデーションヒートマップ生産ヒートマップでも確認することができますはい、これ見ていくと9万ドルまあ具体的に言うと9万3 300付近ですかね、まあ、この辺り一体として大きなショート勢の生産ポイントという風に意識されていると逆に言うとですよこの9万ドルを突破することができれば一気にショートスクイズが起こって大きな上昇に繋がる可能性もまあ裏ではあるわけですよねただまあ一応ショート勢がここで生産されるということで損切りポイントを置いているということなんですが逆に言うとここで新規のショートに入るっていう方も大勢いるとあとこの辺売り板が厚くなっているということになりますのでそれを前に一旦利確しておこうという風な形で若干調整ムードかなという風に思って ま、下もこれ見ていくと、8万5000付近結構硬そうですよね。えー、目先に関しては、おそらく8万5000から9万ドル。ちょっとこれはね、テクニカル分析でもするんですけれども、ひとまずはこの辺りのレンジ、ここはですね、意識されてくるんじゃないかなというふうに思っています。ということで、ビットコインは、いまだ非常に強い上昇局面を迎えていると。まだまだ高値圏で大きな調整なく維持しているという状況ですよね。まあ、この強さに関しては、連日お伝えしている通り、トランプさんが勝ったという期待感ですよね。まあ、それを受けて、現物 ETF 市場にもかなりの量の資金が入ってきて いろんな相乗効果によって強さが演出されているという状況だと思いますもう一つの視点以前からね僕も注目していましたがステーブルコインの供給量ですよねステーブルコインがどんどん発行されるということはみんなが仮想通貨市場に参入していきたいそんな意向が示されるわけですよね特にステーブルコインの取引所に預けられている残高が増えるということは最終的にそのステーブルコインでビットコインや仮想通貨を買うという動きにつながる可能性が高いわけですねつまりステーブルコインの流動性供給量これが増えるということは 仮想通貨市場にとってポジティブだというふうな話をしてきたと思いますなんとこのステーブルコインの供給量なんですがアメリカの大統領選後に50億ドル拡大しているということで、まあ、大幅に仮想通貨市場全体にこう資金が入ってきているという動向が示されているんですよねトレーディングビューのデータによると時価総額上位の2つの主要なステーブルコイン、えー、テザーと USDC ですよねこの2つが1週間で合わせて50億ドルを超える増加となっていると、まあ、トランプ政権が誕生したことによって今のうちに仮想通貨を買っておかないといけないとそういった動きが起こっている ということはこれで間違いなさそうですよねそれから取引所に預けられているステーブルコインの残高これも大統領選以降急増していますまあこういったところも今後の仮想通貨市場を見ていく上では非常にポジティブな材料という風うに受け止められるんじゃないかなと思っていますじゃあ今回トランプ政権下でビットコインはどれぐらいまで上昇することができそうなのかこれについてビットメックスの元 CEO まあ創業者ですねアーサー・ヘイズさんがこんなことを言っています第二次トランプ政権でビットコインは100万ドルに到達する可能性があると日本で言うと一 億千万とかかですかねこれこの世界になったらどうなるんだろうっていう感じがするんですけれどもまあここに書いてある通り文字通り超強気発言ですよねまあいろんな理由が書いてあるんですけれども端的に言うとトランプさんがやる政策が国内経済を刺激して重要な製造業を国内に戻すことを目指す方針を取るために大規模な資金投入を行うことを前提にしているということを言っていますなのでまあこれ経済がねどんどん上向いていくと,とともにビットコインも上がっていくだろうとまあそんな風な話だと思うんですよねただそれでも100万ドルはちょっととななないいんじゃないかなと思って たりはすするんでがただやっぱり過去の市場環境と比べても例えばビットコインに関しては現物 ETF として売買することができるこれは非常に大きいことだと思いますしもっと一般の人たちも気軽にね ETF とかに投資できるような環境が整えば、まあ、こういったことになる可能性もゼロではないんじゃないかなというふうに思っていますただ一方でこんな懸念もまだ残っていますトランプ政権でトランプさんは仮想通貨に対してどれぐらい緩和的なスタンスを取ってくるのかそしてその仮想通貨に融和的な政策は本当にどんどん推し進め てくれるのかここですよねもうすでに来年の就任に向けて準備段階に入っているわけですが実は仮想通貨に絡む政策これが徐々に明るみになってきているんですよねその中でもキーを握るのはやはりイーロン・マスクさんかなと思いますイーロン・マスクさんを政府効率化賞っていうところのトップに就任させるっていうことを以前から明言していたトランプさんなんですけれどもついにその政府効率化賞のロゴマークが公開されたんですよね、まあ、この政府効率化賞っていうところの頭文字を取ると同時になるんですよこれも,もちろん たたまたまではないいと思いますしなんとそこに柴犬柴犬が乗ってるんですよね本当にこれアメリカですごいことが行われようとしてるなっていうふうに思うんですけれども、まあ、こういったことも受けて同時ーーコインへの期待感っていうのは高まって爆発的に上昇しているっていう背景はあるわけですよねまあ具体的にどんなことをやっていくかっていうのはあまり情報が出てはいないんですけれどもただイーロン・マスクさんがこのロゴをちゃんと公開しているということで着々と準備が進んでいるんじゃないかだなということが示唆されていますそれから今後人事もどんどんね発表されていくんじゃないかっていうことが言われています いますすがが、えーまあ、重要ななポストになるのが財務長官ですよねこの財務長官のの候候補補にっっっててててていいいいうう方ががが、まあ、として上がっているんじゃないかっていう報道が出ていますこのスコット・ベセント氏。一応この方が財務長官の有力候補の一人だという風なことが言われているんですが、どうもこのベセント氏はビットコインのような仮想通貨に対して友好的な立場をこれまで取ってきた方だと。やっぱりこの財務長官っていう重要なポストに仮想通貨に対して友好的なスタンスを取っている方が就任するかどうか。これってめちゃくちゃ重要なことだと思うんですよね。 まあ人事以外のその他政策に関しても今トランプ大統領のチームは仮想通貨業界のリーダーたちと継続的に協議をしているということが報じられています、まあ、具体的にはもちろん規制の変更についてですよね、まあ、この記事によるとトランプ大統領はアメリカを地球上の暗号通貨の首都にすると、まあ、これ選挙公約に掲げていましたのでこれを果たすためにより緩やかな規制姿勢を採用していく予定だということが伝えられているんですよねなので今のところ仮想通貨に対する規制の緩和これは本当にやってくれそうだなという 期待感が持てる状況なんじゃないかなと思っています。あとはビットコインを準備資産にするかっていう話もありましたよねここの視点でもまたね。情報が出てくれば、活動が市場一気に盛り上がってくるんじゃないかなという風に思っています。そんなトランプ政権下で一番恩恵を受けるのはどの通貨なのか？もちろんビットコインは大きな恩恵を受けると思うんですが、一番恩恵を受けるのはイーサリアムなんじゃないか？っていうことをコンセンシスの ceo が言ってるんですよね。コンセンシスって言うとメタマスクを作っている。会社として有名なんですけれども、やっぱりイーサが1番ね。強気になるんじゃないか？っていうことが。 言われています、まあ、その理由については、アメリカは長い間、イーサリアムを厳しく批判し続けており、それが多くの FUD、まあ、不安を呼んだということを言ってるんですよね。まあ、もちろん目先の状況に関しては、イーサリアムの現物 ETF も承認されたりとか、あとイーサは証券じゃないっていうことを、ゲンスラーさんもね、発言したりしましたので、まあ、徐々にイーサリアムに関しては認められてきたんじゃないかなと思うんですが、やっぱりもう少し過去を振り返っていくと、やっぱり議論の対象になってきたのは、まあ、確かにイーサリアムかなっていう部分もあったりしますよね。まあ、やはりアルあと SEC が長年目ををつけけてききたソラナなななんんかも、えー、トランプさんになればでですすね大きな恩恵を受けると思いますのでやっぱこの辺りのアルトコインはね、基本的な主軸として、えー、注目しておく必要があるんじゃないかなというふうに思っています。最後、ビットコインの情報を見ていきましょう。まず、昨日の現物 ETF 市場なんですが、昨日また大きな流入が入りました。4日ぐらい前と比べると、まあ3分の2程度かなっていう流入量なんですが、それでも3月の量を上回ってるぐらいなんですよね。はい、ここ最近の資金流入に関してはまだまだ続いているという状況が確認されます。もちろんこの動向 はイーサリアムにも同じことが言えます。はい、過去最大の流入量、連日のように続いているということですので、まあ、これがイーサのね相場を支えている一つの大きな要素なんじゃないかなと思いますえ。その中で重要なのが板の状況なんですが、さっき言った9万ドル、これかなり意識されてきましたね。えっ、ー、とまあ、9万ドルの上9万1,200とかもあるんですが、まあ、それを超えるとかなり板が薄々になってきます。まあ、その後まあ、10万ドル付近にもね注目されている部分はあるんですが、やっぱりこの9万ドル付近を抜ければ大きくね上昇していくっていう可能性が結構高まる相場なんじゃないかなと思います。 ま、その一方で、買いタに関してはめちゃめちゃ熱いですよね。8万七千、6千、5千、4千、3千っていうところまで、継続的に大きな買いタが入っています。これ、8万一千ぐらいまで続いてますね。あ、8万ドルでも結構熱いな。と <laughs> いうことで、まあ、かなり売り板に対して買いタが熱く入っていると、まあ、なかなかこれで相場はですね、下がらない傾向になっているんじゃないかなと思っています。こういった外部関係を踏まえて、今日の相場分析入っていきたいと思います。トトレーーーーーではメインンンンン使ってているバンテージトレーディング今新規登録万 5, そして初回入金120ボーナスのキャンペーン をやっています。仮想通貨のトレードをやるなら、バンテージが世界最小のコストでトレードすることができます。それから、バンテージに預けている資金、なんと最大年率13%の金利がつくというところで、まあ一応7。5万円以上の残高だったりとか、1週間のうちに資金に応じて0.5ロット以上の取引を行うとか、そういった条件はあるんです。けれども、これさえクリアしておけば、お得に金利もつくということで、以下の概要欄に口座開設の方法動画とかも載せておりますので、ぜひ合わせてチェックをしていただければと思います。はい、じゃ、あまずはビットコインの日足から見ていきたいと思います。今のビットコイン875。 30ドル付近ということで、まあ、こんな感じでね若干折り返してきたのでおそらくまあ調整が起きるんだろうなっていう感じがしていますえただ下からの開発も大きくて、えー、まあ2日前の冷やしでもですね大きな下髭をつけていて、まあ、今日の冷やしも下ひげつけてますよねなのであんまり大きな下落には目先つながりにくい状況だということが言えるんだと思います、えー、4時間足とかで見ていくとちょっとダブルトップのような形状を示してきていますよねで上は9万ドルで下は8万5千0 0付近、はい、ここがですね まレンジ相場として一旦機能してくるんじゃないかなと思います目先に関してはここのラインですよねでもちろんこの8万5千を下に抜けてしまうということになれば大きく下がっていくと思います例えば次で行くとまあ、本当に大きな上昇局面を始める前のまあ、7万6千ドルとか普通にこの辺りまで落ちてきても全然おかしくはないかなという風うに思っています何せ週足がこれなのでえー、まあ次の週でですねまた大きく下げてきてでそれが下引きになって戻っていくとかっていう可能性も全然考えられるわけですよねしたがって、まあ、以前 以前から言っていますが下がった相場は買っていくあもしくはデイトレ的にロングに入っていくこれがですね非常に重要な相場感になっているかなと思いますただし重要なポイントがもう一つあって以前これ5万ドルとか6万ドルで推移していたわけですよねそこから比べるともうすでに30%から40%ぐらい価格は高騰しているんですねなので前回は 1BTC ぐらいでトレードしていましたっていう方が今 1BTC のリスクを取るといわゆる持ちすぎになる可能性が出てくるわけですね衝撃に対してロットが大きくなってしまうということになりますのでやっぱそのあたり コントロールもししっかかりですね今はしておなないといけないととけまあ、証拠金がそんんななに増えてていんであればロットを少しし小さくしておくおとかそういった対策は非常に重要だと思います。まあ、かなり高値圏で推移しているということ。あとは、みんなが期待感を持って今、相場を見ているということで、ちょっとしたネガティブなファンダメンタルズ、まあ、ニュースで大きく下がるっていうリスクもあるわけですよね。まあ、その辺考えると、やっぱりボラティティは大きくなる可能性ありますので、しっかりリスク管理をしながら相場を見ていかないといけないかなというふうに思っています。目先は若干下がるかもしれませんが、この辺りで推移した後、最終的には10万ドルに 到達していくという可能性が高いと長期的な視点では思っています。 イーサに関しても若干調整今が3150ということで一時3440までいった後の調整ですよね、まあ、これはもう起こるべくして起こっているというか全く問題のない調整だと思っていますちょうど下にはこの3000ドル付近ですよねここに移動平均線、まあ、200MA が控えているとあと移動平均線 2050100MA もここに寄ってきているような状況、まあ、ゴールデンクロスを形成しているような状況に入っていますのでもしこの3000ドル付近まで戻されるのであればそこはデイトル的にも絶好のチャンスになってくるんじゃないかなというふうに思っています今のの状況だと、まあ、ここの 3250 3000付付近近ももも抜けまましししたのでで、えー、うちょっと、まあ、3, ドル付近まで下落してもおかくはい、それから XRP ですね。今が66セントということで、昨日ですよね。この63セント付近を抜けた後、一気に急上昇しまして、一時75セント付近まで上昇しました。えー、そこから若干調整されて、今が66セントということなんですが、これによって大きく目線が変化する可能性が出てきました。ちょっと週足に切り替えるんですが、数年来の三角持ち合いって僕ずっと言ってたと思うんですが、それがこのライン なんですよね、まあ実はこれ2018年以降のデータこれバイナンスのデータなのでこれ以降抜けてるんですけどもっと大きなですね三角持ち合い本当に5年とか6年来の大きな三角持ち合いが作られているわけですよねでその三角持ち合いを今抜けるかどうかっていう本当に先端の部分まで来ていますえそんな中で週足で見ていくと移動平均線は以前からずっと完全に密集しているんですが今回の上昇によってその移動平均線今のところ抜けてるんですよねじゃあもう上かっていうともうちょっとね様子を見ないといけないと思います短期的には63セント抜けてこの この上の抵抗ラインまでっていう話をしたと思うんですがこの上の抵抗ラインがね結構週足で見ると明らかなんですが意識されてるんですよねはいこう見ていただくと、えー、価格でいくと大体70セントから73セント付近この価格でサポートされたりレジスタンスされたりっていうのが過去何度も起きていますえつまりこれを抜けると本格的な上昇ということでみんな判断してくる可能性が高いと実際に以前の相場見ていってもこの72セント付近を抜けたところから爆上げ何度か起こっていますよねはいそれだけ意識されるポイントということでこのブレークからの上昇に期待したい わけですが今その準備をしているという意味では非常にいい準備ができてきているんじゃないかなということで、まあ、引き続き、えー、XRP に関しては上方向で注目しておいてもいいんじゃないかなという風に思っています、えー、それから水今が2.96ということで3ドルを超えていましたが若干調整ということで戻ってきていますね一応2.8ドル付近が意識されそうかなっていうことを言っていたんですがまあ、その辺まで落ちてきているという状況となりました、えー、今のところですねこの2.8ドル付近まあ、ここでレンジ相場作っていますのでここで一旦下げ止まりかなと思ったりもするんですが、まあ、この2の 8付付近近を抜けるんであれば一気に2.3ここぐらいまでは落ちても全然おかしくなないいいかなととうふうに思っててまますす2.3付近ここここででよね、まあ、ここまで落ちてくると絶好の買い場になると思うんですがちょっとね今の勢いだとここまでは戻さないかもしれませんね依然として出来高はものすごく上がっていますので、まあ、一旦落ちたとしてもすぐに買われるっていう相場が続きそうな感じになっていますただ足、えー、の RSI 見るとダイバージェンスが明確に示されていますので目先はちょっと上が重たくなってしばらく横ばいもしくは若干下がるとはそういうふうなですね傾向になる可能性が高いんじゃない かなと思っていますそれからユニスワップ今が8.4ドルということでいい感じで戻してきましたこの8.2ドル付近が意識されているということを言っていたと思うんですがここに移動平均線ゴールデンクロス密集して完成している状況ですのであとは出来高も上がっているということからするとこの辺からデイトリ的には買っていっても僕はいいんじゃないかなともちろん現物に関してはまだねちょこちょこ買っていっても全然いいフェーズだと思うんですがやっぱり目先の相場この辺りで下げ止まってきて、えー、もう一回反発していくという可能性が高い相場になっているんじゃないかなと思います同じようなな相場の 密集してくるポイント、えー、あとはサポートラインが明確に引けるポイントということで、まあ、この12.8付近が意識されるわけですが今13.3ということで、まあ、その水準まで下がってきていますよねもうちょっと下からね拾えればデイトレ的にはいいかなと思うんですがやっぱりこの移動平均線との維持関係を見るとまだまだ上昇していく可能性が高いと、まあ、この辺で下げ止まって反発していく可能性が高いんじゃないかなと思っています、えー、それから温度トークンも一旦大きく上昇した後に短期的な調整を迎えていまして今が81セント、まあ、これもですねもうちょっと下例えば77セント付近 とか、まあ、この辺りがね重要なサポートラインとして機能してくる可能性が高いと思います移動平均線も下から控えていますし出来高も上がっていますからねなのでこの辺りから、えー、やっぱりサポートされてもう1回1ドルを試してそして抜けていくっていうフェーズこの後ですね起きてくる可能性が高いというふうに予想しています、えー、それからメーカーダウですねこれちょっと引き続き注目していきたいと思うんですが今が1488ということでまだこの抵抗ラインは抜けていませんただ今日軒並みアルトコインが5%以上の下落を見せる中メーカーダウに関しては2%の下落でとどまっていますなのでそれだけ今ちょっと注目度 高ままっってきててきいいいいるととう状況なななんじゃないかなと思っています具体的には1555この水平線を抜ければ大きな上昇につながると思いますので目先ちょっとねこの相場動向は注目しておいていただければなというふうに思いますはい最後ドル円なんですがでドル高が止まりません今が155.12円まで、えー、上昇してきましたまあ言っていた通りの展開というか、えー、テクニカルのセオリー通りに動いているという状況ですよね、えー、このまま今155.1付近ちょうどね水平線がありまして、まあ、抵抗ラインになる可能性が高いところなんですがこれブレイクしたら本当に160円付近まで止まらない かもしれませんねはい、それだけ今、ドル買いが進んでいるということで、テクニカルもそれを後押しするような位置関係になっていますので、まだまだドル買いは続いていく、まあ、ドル円に関しては160円を試しに行ってもおかしくないような環境なんじゃないかなというふうに思っています。ということで、今日は、えー、急通貨、そしてドル円の状況を見てきました、まあ。ちょっと目先に関しては調整ムードになってきましたが、現物をホールドされている方、全くビビる必要はないと僕は思います。特に注目されてきた銘柄、えー、時価総額の高い銘柄とかっていうものに関しては、ある程度こう下がったところでね、逆に買いまして行ったりとかして、平均 取得単価を下げるるととかっってていいう戦略はは結構僕は重要になってくると思います、まあ、こういった調整も上昇相場というえ必ず起きてきますのでやっぱりちょこちょこと買っていく、まあ、特に下げたところで買い増していくっていうところが今後非常に重要になってくると思いますまたどの辺でね買い増していけばいいかとかそういったポイントに関しては日々の動画でお伝えしていきたいと思いますのでぜひポチッとチャンネル登録で応援いただければ嬉しいなと思いますということで今日の動画はここまでにしたいと思います最後までご視聴いただきありがとうございました